Yes. もっと興奮してよ、朝からそれなら今日行けるって。着物カップル世界旅、着物ジプシーズ in グラナダということで、あ、グラナダ分かりません、閉じますというね方がいらっしゃいそうですけれどもなんということをおっしゃるんですか、あなたは。スペインでサグラダファミリアの次に有名なあの建築がある場所です。うん、それがアルハンブラ宮殿ということで、はい、なんで有名なのって話ですよね、うん、スペインがイスラムに支配されてた時期、うん、それが見れるのがアルハンブラ宮殿なんです、うん、ということで今回のテーマは浴衣で世界遺産行ってみたー。もう街全体とそのアルハンブラ宮殿も世界遺産になってますので、浴衣で行ってみたいと思います。はい、どうぞ。緑色とかは緑色持ったの、ちゃんといつもね、なんかね、出るときこれだけでね、いいって思っちゃった。世の中のご夫婦よくあるんじゃないかでもね、俺はね、一回も怒ったことない、こういうの。皆さんも怒らないでくださいね。本当そうですよ、大変なんですよ、女の子は。昼食はですね、ホテルのスタッフさんにいろいろ聞いて、ね、そう、ここのグラナダ歴が長いその兄さんが、まあグラナダ来たらもうここだった、うん、はい、じゃあちょっと行きますか、まずそこに。グラナダ、1492年までここはイスラム王朝が支配していました。ヨーロッパ圏でありながら今でもイスラムの香りが漂う場所です。見てる、やっぱみんなその時間なんだ。ほら、こっち？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 こ I like it. Gracias. Yeah. とても感じのいいお店。そうよね。もう今2時なんですけれども、相当後ろが並んでおります。ホテルのお兄さんが教えてくれたのがここマニュエルズ。This is first time to come Granada. What should I eat? What do you like? Do you like? Yes. Típica las albóndigas mil bocas. Mil bocas? Yeah, I get that one. Yes. ハニクリームコロッケみたい。めっちゃめっちゃじゃがいもかなみたいな。いただきます。熱いクリームがもうめっちゃそこにハムが入ってるのかな、これ。でもベーコンみたいな、なんかしょっぱい感じ。俺ね、これに中濃ソースかけたいのよ、うん。ミートボールがドーンじゃん。なんかポークとビーフって言ってたね。ちょっとちょっとうるさいよ、俺こういうハンバーガー屋さんやろうとしてた身だからね。おいしい。おいしい。味付けは何？わかんない。何の味？いやもうこれ自体はね、すごいジューシーってことでもなく普通にミートボール。うん、いやとにかくね、うん、優しい味なんだよ、ほんと。だからこれをすごい色、なんかちょっと怖くて、うわー、匂い、匂ってる、匂ってる。なんだろう、え？おいしいの？ソースもおいしい。マジで？これ絶対おいしくないと思ったんだけど。そう思うよね、ダメだった。え、待って、おいしいの。カレー粉入ってる、アイオリソース。アイオリソース入ってんだ、それうまいわ。このパスタがさ、短く切られてるさ、ちょ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 って。そうさ、春雨みたいで、春雨好きだからこれ好き。ちょっと俺これソース持って帰りたい。いやいや、これ見た目は外れでしょこれ完全に分かった、イカスミとアイオリだ。あ、イカスミだ。アイオリっていうか、なんかアイオリにケージャン混ぜた、うんうん、あのソユミちゃん、ランチを終えてアルハンブラ宮殿に向かおうとしておりますけれども、はい、徐々にちょっとイスラミッキーになってきてるんじゃない？イスラミックに。そうだね、このオレンジっていうか茶色のね、今までのカトリック感がなくなってきてるよね。カトリックよりももっとエキゾチックジャパン。エキゾチックジャパン広見具はね、それ最近思ってんだけどさ、ヨーロッパの人って一家に一台ベンチプレスある。みんなすごい
胸筋ないやつはみたいな感じになってきてるよもう。ポタさんは今ケチョンケチョンに言う。俺タラチネだもんね、おっぱい。そうそう、急に見えてきたよ、なんか濃くなってきたよ。あれ、ミステリーハンター。アルハンブラ宮殿とはとある意味を指しています。ほう、何を似ているのか。声ちっちゃ。正解は赤色のなんとか、なんだっけ、赤色の一生オファー来ないぞ。忘れちゃったな。これもう草野さん見てるからね、この動画。草野さん見てるよ、この動画。どうかどうか、ひとしくん人形私にも。そっちミステリーハンターにしてくださいじゃないんだ。Yes, oh, yeah, sure. Where are you from? Japan. Yeah. Gracias. Oh. Oh. Hi. Where are you from? From here. I'm a fashion designer. Mm-hmm. Oh. Here. Oh, really? Yes, I like you to wear your dress. This dress. Mm-hmm. Every day. Have you ever been to Japan? No. No. Yeah, if you come to Japan, then I will teach you some. Yeah, yeah. Gracias. Gracias. Mucho gusto. すごいじゃない、ファッションデザイナーさんに見てもらって。ねえ、やっぱり気が通るのはいいのかな。そうね。あゆうちゃん、はい、アルハンブラ宮殿で最も大事な場所、ナスル朝の時のナスル宮殿にやってまいりました。うん、ここがね、時間が決まってて、うん、で他はいつ見てもいいんだけど、最重要ポイント。そう。聞きたいんですけれども、はい、ナスル朝って何ですかそれは？ナスルナスルナスルナスナス。あれ。バカになっちゃった。知らないからバカになっちゃった、これ。ナスル朝はね、うん、まあ、詳しいことは知らないんだけど。じゃちょっとナレーション入れとく今。だけど、入れとくわ、ごめん、うん、入れとくわ。スペイン最後のイスラム王朝ナスル朝の首都として栄えたグラナダ、その丘の上で悠久の時を刻んできたのがこの赤いお城、アルハンブラ宮殿です。ナスル朝はスペイン人によって滅ぼされましたが、このお城は滅ぼされることはありませんでした。今一生懸命努力を見ております。ここなんだって、始まりの門入るか。すごい出た、この柄イスラムっぽい、これとかっぽいっぽい。ここはね、かつて政治の中心だった場所で、ここが、ここで、あと裁判とか、うん、罪人の分かれる場所だった。じゃあ俺がゆゆちゃんのハリボーとか勝手に食べた時はここで。ダメー。ジャパン、ジャパン。メスアールの中庭。中庭。おお、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、申し訳程度の噴水あるよ。ちょっとちょろちょろだね。すごい、今までカトリックばっか見てたから、なんか新鮮だ。こんなに幾何学に作られて計算すごい得意だったんだろうな。本当に緻密だね、計算尽くされた模様。うん、ゆうちゃんと全然違うよね。あ、キモノ。ラシス。I love Japan. It's my favorite. I love the culture. My favorite is over here. Kyoto Nara traditional. Yes, I really love. Hey, nice to meet you. Nice to meet you.ここはね、うん、ライオンの中庭って言って、コーラに出てくる天国をイメージした中庭なんだって。あ、本当。俺コーラン読んだことないからちょっとイメージがわからないんだけど、どんな感じだったの？なんかちょっと天国っぽいなって思って。ほんと？狭くないこの天国。アッラーから祝福を受けたの。え、ここ？え、アッラーから祝福を受けるのがここなの？ワンちゃんいたらここで飼っちゃうよ。本当だよね、ちっちゃいスペース。ここ
らの世界、天国で水が全部行き渡るように見て、そういう意味合いで水を流してる。天国に水が行き渡るように。ちょっと待って、だとしたら少なくない？これこんなに申し訳程度にしかお水が少ないの。これそういう華やかなのが絶え間なくっていうのが意味がある。なるほど。でね、このライオンが装飾がシンプルじゃない？確かに、こんなに宮殿はすごい作りなのに。これはね、なんでかって、これだけね、11世紀に作られた古いもの。あ、じゃあ昔からこんなに緻密に作ってたわけじゃないんだ、イスラムの。まあ、そういうことだね。面白い。どっからそうなったんだろう。興味ができたよ、ちょっと、ね、こんなものが当時作れるなんて、すごい。やっぱさ、うん、あ、回ってる、ちょっとあれみたいだね、ナシラの卵。ネスタの卵ってこんな感じなの。Can we take a photo? Yes. I like your clothes. Oh, my in the middle. Thank you. Yes. Okay, gracias. Gracias. Thank you. Gracias. 日本のイメージなんだ。それなんだ。はい、ということでゆうちゃん、アルハンブラどうだった？ヨーロッパ一見たかった場所かも。マジで？そうだったの？何？ブラ行きたかったの。なんでそんなになんかこうもっと興奮してよ朝から。それなら今日行けるってこんぐらいやってよ。いや、なんか実感がなくてさ、うん、今浸ってんの。その気持ち浸ってんだ。後から多分ハイになるタイプ。後から多分ハイになるタイプ。じゃあまあそんな思ってるとか申し訳ないけど、晩ご飯を食べたいと思います。その前にタピオカを挟もうとして。ゆいちゃん、ということで最後はアルハンブラ宮殿の夕日を見るということで、他のね、ビル・クリントンは言ったそうですよ、うん、アルハンブラ宮殿の夕日が世界で一番綺麗だということでね、世界で一番綺麗な夕日見ようよ。本当にこんなとこ通るか。絶対治安悪いだろ、ここ。もうやばいぞ、いつも。なんで？おはようございます。おはようございますって言った。マスク、今座ってる。今やってる。おー、どの前にアルハンブラがある。さゆちゃん、あとちょっとで日暮れだよ。ねえ、赤くなってきた。つき始めてきました。よよちゃん、いや、夜景で一番かもしれない。こんなに荘厳で哀愁も感じるんだよね。俺はそうだね、グラナダは絶対絶対絶対にスペイン来たら行かないといけない場所だね。よよちゃん激推しということで、僕たちはこれからね、韓国料理を食べに行きたいと思いますので、ということで皆さん、今日はここまでということで、アディアス。次回はスペイン最後の都市セビージャ編です。お楽しみに。